初めての体験メールをご紹介します。はい、愛知県18歳俺らの心のゆるどころサリさんからいただきました。私は人生で初めてのカラオケに行きました。なぜか私の家では高校生になるまでカラオケ禁止というルールがあり行けず、うん、高校卒業してやっと行くことができました。1曲目はウブラブを歌い、とても楽しい時間を過ごすことができました。おありがとうございます。ありがとうございます。1曲目、人生初ウブラブ、人生初カラオケウブラブやってくれたということで。うわすごいね。やばい、嬉しいね。嬉しいですね。だってそれを選んでくれるっていうことはそれほど聞いてくれてたりね、やっぱしてくれてるっていうことやから、まあ、嬉しいね。嬉しいですね。ちょっともう涙が出てきそうです、うん、全然出てない全然出てないのに普通に嘘ついたやんまあね、そんな感じでやっていきたいと思います、はい、いきます。それでは行きましょう。なにわ男子の、なにわ男子のこんばんは、なにわ男子の長尾健人です。こんばんは、なにわ男子の高橋恭平です。いつまでもウブな気持ちを大切にあなたに笑顔を届ける1時間、なにわ男子のウブラジ、今週も始まりました。よし、今週は一人ごとぐらいの声量で何かを一人でいつも言っている高橋恭平と、そんな一人ごとに触れた方がいいのかスルーした方がいいのか迷っている長尾健人のコンビでお送りしています。お願いします。いや癖強い説明。いやまあもうこんなもんじゃないですか。これなんやろ、独り言ぐらいの声で何かを一人いつも言ってる。まあ、まあまあ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、まあそんなねお二人ですけども、高橋くんは、はい、今主演映画やられてますよね。うっす。はい、どうですか。いや楽しいですね。お、な、たぶん、何え公開してねんで何楽しいって何なんいや僕適当に喋ってるよ。表現は豊かやからあのみんなに見てもらってることが楽しい。あ、そうやね、嬉しいとか楽しいとかそういうプラスな気持ちであることは、そう、間違いない。ポジティブにシンキングしていこうよ。あ、シンキングね。 OKOKOK、はい、まあ、またまた大ヒット上映中なのでね、はい、あのお近くの劇場まで皆さん足を運んであげてください。お願いします。728回行ってください。お、何はね、お願いします。はい、そんな高橋くん、はい、またありますよね。うわうわ言うてる、はい、ゲーム大好き高橋くんということで、はい、ストーンズの田中樹くんとゲーム配信番組に出演して、はい、どうでした。いやもうよかったです。お、もういっぱい買ってきました。もう欲しくてないや、1位取ってきたよ。え ?1 位取ってきた。1位取ったんや。1位取ってきた。どういったゲームの？え、なんか、あの、荒野行動っていう。ああ、10のね。そう。こう1位を争うゲームなんですけども。うん、まぁ、あ、結構チームがいる中、まぁ、あ、5人1組なんですけども、うん。買ってきましたね。すごいな、1位。はい、今はその腕前は本物ということで。ありがとうございます。はい。そしてですね、あの、僕ごとにはなるんですけれども、ね、あの毎週火曜夜10時放送の TBS ドラマ王様に捧ぐ薬指にですね、はい、僕長尾健人が出演させていただきます。素晴らしい、はい、撮影はどうなんですか。順調に進んでるんですか。主演は橋本環奈さんで、はい、山田涼介くんもあの先輩で言い張るんですけども、はい、まあ、お二人のね結婚の話が主なあの物語ではあるんですけども、僕はあのその橋本環奈ちゃん演じる羽田彩香さんっていう役の弟役を演じさせてもらったんですけど、家族のあのシーンもあったりするので、うん、温かく仲良く撮影はみんなでさせてもらってますよ。もう仲打ち解けたもう。まあみんなで喋りながら、それこそあのドランクドラゴンの塚地さんがお父さん役で、もう塚地さんとずっと喋ってる。いいね、うん、それこそじゃあ山田くんとかは。山田くんも喋ってるよ。それこそグループの話とか羽飛びの話で3人で盛り上がったりしたね。じゃあまたミッチーがあれやな、嫉妬するな。あ、もうミッチーだから、え、どんな話なの。気になるんちゃう？どうってめっちゃ嫉妬してる。いや、こんな。うん、めっちゃ気になってるよ。楽しみ。まあ、でもそんな道を見ていただきたいなと思います。はい。あとですね、あの NHK の大河ドラマ。いや、どうする家康にもね、出演させていただいてますので。はい。皆さん見てください。僕のあの、一つの目標でもあった大河ドラマに出演させていただけてるので。ありがとう。というわけで、今週もウブな気持ちを忘れずにお送りしていきたいと思います。はい、それではここで一曲、なにわ男子で新シアン。高橋恭平、なにわ男子のウブラジ、ウブラジ伝言版、なにわ男子の西畑大吾です。藤原丈一郎です。はい、スタジオにいるメンバーへの伝言ですが、
新年度になって学校や職場にお弁当を持っていくようになった人もいるとは思います。そうやね、ということでお弁当に入っていたら嬉しいおかずを発表してください。うわーむずいな。ジョークなんでしょう。あーでも母の気まぐれサラダかな。入ってんの？入っちゃう、ね、そのシェフの気まぐれサラダみたいなやつ。母の気まぐれサラダ知らん。入ってへんやろお弁当に。ないないよ。おないっすか。生野菜入れる気まぐれ系、ね、お弁当にないっすか。ない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 。そうなんや。え、大悟は母の何が好き？母の気まぐれロマンティック卵焼きかな。ロマンティック卵焼き。確かにそういうのすげえおかずさ。あったい卵焼きとかやばいっすね。だから今あのスタジオにいる人にもちょっと聞きたいですよね。はい、どんな感じなのか。お願いいたします。ということで以上西畑大悟と藤原丈一郎でした。さあということで今回おかずということなので、はい、今ドアから遠い方、お入ってくるドアから遠い方、ブロッコリーのモノマネしてください。ブロッコリーやで。ブロッコリーのモノマネできるか。やってみろ。いやチャレンジだ。何最後の終わり方。チャレンジだ。はい、 いやみたいな。ということでですね、西畑大吾と藤原丈一郎からの伝言でした。はい、まずはね、はい、まあお弁当に入っていたら嬉しいおかずを発表してくださいということで。お弁当ね。ああ、だからジョー君はあの何でした？母の気まぐれサラダ。母の気まぐれか。神の気まぐれじゃないよ。めっちゃ気まぐれやん。めっちゃ気まぐれやん、ほんと。何でもできるで。ごめんごめんごめん。気まぐれすぎた。気まぐれすぎやけど、まあまあ、母の気まぐれサラダやってたけど、ある？俺なんやろな。俺、母のささくれサラダやな。お前やめとくわ。俺あれっすね。やめとかれへんねん。やってもうてるから。もう無理。もう無理。あ、無理か。うん。俺はそうっすね。なんかあれやん、ちっちゃい、よく子供の頃あった、グラタン食べたら下に俺、占い書いてるやつ。あ、なんか運勢とかね。そう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 。あれよかったね。そう。これにしといて。うん、しとくわ。俺で言うと、母の気まずいサラダかな。気まずいサラダ、気まずいんや。めっちゃ気まずいんやろな。よかった、拾ってくれて。めっちゃ気まずいんやろな。めっちゃ気まずい。ご飯やーってなって、気まずーなるやろな。そう。気まずーってなるサラダやん。じゃあ、気まずいとささくれでお願いします。はい、お願いします。そういうコンビで。いや、はい、でもガチは、オムライス。ご飯が、ケチャップかかってて、それに卵なんか乗ってるみたいなのは、すごい嬉しかったな、弁当。あ、オムライスね。いいね。って感じかな。はい、じゃあ次近況いきますか。いや、いきません、いきません。最後言ってましたよ。ドアから遠い方の方が。ちゃうね、俺。これ、だって俺の会の時めっちゃ優しくしてあげたで、これ。うん。なんかいつの間にかまた戻ってるやん。うん。なんなん、これ。だからブロッコリー。一番ドアから遠い方が。しかもなんなん、ブロッコリー。ブロッコリーのモノマネ。まあ今遠いのはね、高橋恭平ということで。で、高橋くんブロッコリーのモノマネいけますか。うん。いけますか。はい、いきます。もういけんねや。もう、こういうのはもう、ポンポンっていかないと。じゃあ、いきましょう。はい、高橋恭平によるブロッコリーのモノマネです。どうぞ。僕はブロッコリーだよ。僕はベジタブルの仲間なんだ。すっごい栄養があって、すっごい緑。頭がふわふさふさしてて、アフロだぜ。みんな食べて、栄養とって、すくすく育ってな。はい、ありがとうございました。人生初よ。人生初じゃ、人類初。人類初。ブロッコリーが喋った瞬間です。ブロッコリー喋った瞬間。はい、みんな聞いてる人も、はい、これはもうね、一世一代の。一世一代、おかしい、ね。一世一遇一世一遇。まあ、絵は。そう、そう、もう大器晩成。まあ、何それ絶対ちゃうで。絶対ちゃうけど、まあ行きましょう。そう。そんな高橋くんの近況投稿を聞いていきたいと思います。はい。僕、なくし物がすごいです。なくし物？はい。はいはい。よく忘れるんです。流しちゃうとか。うん。流しちゃう？そう。流しちゃうんです。何を？流れちゃったみたいな。あ、流れちゃった。うん。ちょっと詳しく聞こう。俺、洗面所でよく、イヤリングよくつけるんです。イヤリングね。うん。そう、三面鏡を、こう、鏡をパッパッてしながら、こう見てやるんです。何をですか？イヤリングをつけるんです。あ、はいはいはい。結構、まあ、やっぱイヤリングやから、通ってないわけじゃないですか。うん、そうやね。穴を開けなくていいものや。そう。だからまあ落ちるんすよ。うん。で落ちて、シンプル、うん、まあその下もう手洗うとこじゃないですか。ピューってだからそう入っていくんすよ。落とし物やん。で、うん、帰ってこないものになったっていう話ですね。いや、どんな近況？イヤリングが。いや、マジでこれ、俺ほんまに、イライラした。ああ、いや。結構高かったから。うんうんうん。そう。もうこれはほんまに、この何にもやらせない、何でも、何に向けても怒れない気持ち。
自分に向けて怒ってください、それは。そう、自分が悪いけど、イライラするやん。うん。これがもし、ちゃんとついてて、今頃ついてんねんね、だってつけてたら。まあね。なんか知らんけど、落ちて、なくして、取られへんやん。うん。っていう話ですね。っていう話。まあまあ、でもあれなんじゃない？神様が、気まぐれで、新しいイヤリング買いなさいって言ってんじゃない？そうで、しかもこの前指輪もなくしてん。うん。なくしすぎや。じゃあ、俺な、第二関節、太くて、うん、その下が細いのよ。うん。だからむずいのよ。抜けてくるっていうことね。そう。だから手とかブンブン振ってたら吹っ飛んでくし、うん、だから指輪って生きてんねんなって思いました。うわ、この近況。いや、びっくりした。ほんまに気をつけてみんな。指輪生きてます。指輪生きてるらしいです、皆さん。ふとした時になくなってますからね。ちょっと皆さん今指輪つけてる人は確認してください。はい、確認してください。5個ついてたらね、3個は消えてます。ということでね、はい、高橋恭平のめちゃくちゃ薄い近況でした。はい、薄い方が深いかもしれません。はい。はい。これからも番組は続きます。なにわ男子のうぶらじーラジー。今日のメンバーは、高橋恭平、長尾謙杜。どうも、なにわ男子の長尾謙杜です。高橋恭平かもしれません。知れへんねや。しかも俺どうもとか言っちゃったし。はい、なにわ男子のウブラジをお送りしています。はい。それではふつおたを紹介させていただこうかと思います。はい。埼玉県、上尾市、ミッドナイトに大乱闘です。おー、ミッドライトに大乱闘さんからいただきました。はい、私の周りの友達には遊びに行った時にベッドに座っていいよという人が多いです。うん、しかし私はベッドに座られるのがどうしても嫌で、うん、自分が友達を家に呼んだことがありません。なにわ男子の皆さんは遊びに来た友達が自分のベッドに座るのは許せますか？あーですって。あるあるね、これあるあるなんや。もうなんか別れるよね。あ、ほんま。うん、でも普通にそのさ、外に出た服でベッドに座られるのが嫌っていう人と、うん、そんな気にせんへんっていう人おるやんか。あー、なるほどね。俺はめっちゃ気にする人なんよ。あ、だから嫌なんや。うん、嫌。ベッドとかに触れてほしくない。そのなんかあるやん。なんかその、足だけ風呂場で洗ったらいいみたいな人。ああ、おるね。いや、洗ってほしいし、うん、寝るってさ、お風呂入ってから、その行く場所やから、うん、外気の汚れを持ち込みたくないわけよ。で、嫌なんや。いやいや、お菓子とか食べるときさ、ああ、そうね。そう、ゴミ箱ちょっと抱えさすもん。あ、もう抱えんねや。うん、ちょっと落ちるから、これ、この上で食べてとか。あるね。そんぐらい気にするタイプなんや。結構気にしちゃうかな。はあ。ある？いや、でも俺は、全然嫌。全然嫌なんや。繋がってない。接続詞超下手。びっくりしたごめん、全然嫌やったわ。うん、言葉の組み合わせエゴいな。ごめん、自分でも理解追いついてないのよ。うん。いいかなと思ったけど、嫌やった。あ、嫌。嫌やったな。あ、一緒やな。ベッドは嫌。ベッド以外やったらどこでもいい。あ、ソファーとかは全然いい。天井でもいいし、うん、まあ、風呂場でも、ベランダでも、うん、どこでもいい。あ、逆にやっちゃう友達来てさ、ごめん、ちょっと天井行っていいかな天井に張り付いてたりさ、ごめん、ちょっと、ごめん、いい。風呂場で話さんとか言い出したらどうするごめん、ちょっとベランダ行くわって。部屋回らず、ベランダ直進すんねん。何この子って。逆に好きになるわ、俺。逆に好きなんや。好きになる。全部逆にでいけるやん、ほ、うん、メールの名前、ベランダにするもん。もうインパクト強いけどな。苦節やし、絶対覚えてもらうしな。まあ、寝室は俺も嫌やな。まあね。まあ、一緒ということで、解釈は。嫌、はい、です。じゃあ、続いては、こちらのコーナーに参りたいと思います。決断、なにわ男子。もうすごい。人生は、選択の連続です。もうすごい。このコーナーでは、A にしようかな。はたまた、B の方がいいんじゃないか。どう？そんなどちらかを選ぶか悩んでしまう二択を紹介。はい。全員グループ20代になり、大人のなにわ男子がズバッと回答。はい。我々の正解を導きます。うっす。ということです。はい、よろしくです。じゃあ早速メール読んでいきましょう。はい。福山、福島県。どこやどこやそれ。どこそれ最初言い始めたの。バレた。うん。もうすぐ切り替えてんけど、もうバレちゃったか。うん、福島県でした。福島県福島市、12歳の、ひなちゃんからいただきました。ひなちゃん、こんにちは。じゃあ、どっちかをやらなきゃいけないとき、いけないならどっちをやる？はい。A、世界一高いバンジージャンプ。はい。B、世界一長いジェットコースター。ああ、俺も決まったわ。世界一高いバンジージャンプ。うん。世界一長いジェット。いや、はいはいはい。OK？ はい。
じゃあいきますよ。はい。僕は A です。おお。はい。神秘的。高橋君。俺ですか。俺は。いけるって言ったよね。え？何のいけるのやったの？俺、そう、俺、いけるいけるいける。うん、いける？うん。はい、じゃあ、高橋君は？俺は B っすね。ドゥドゥンドゥドゥン。はい。はい。なんでですか？いや、なんか、やらなければいけないやから、うん。まあ、人生の中で、経験はしたいよ。うん。A は。うん。バンジージャンプっていうものは。うん。でもやらなきゃいけないんやったら B やな。あ、慣れてる方やな。ああ、ジェットコースターね、うん。みんなだって乗ったことあることの方が多いもん、ね。そうそうそう、多いし。なんなら俺は、最近はもう乗りすぎて楽しくなってきたから、高所恐怖症を乗り越えて。うん。だから B と。そう、B かな。俺はね、A。僕バンジージャンプしたことあるんですよ。で、まあ、そのめちゃ高いところではなかったんけど、はい、したことがあって、はい、全然怖くなかったのよ。うん。だから、全然多分高いバンジージャンプ、あれどこかな、モナコかどっかドバイとかなんか、多分その辺にあんのよ。行くそれ。行くそんな行けない。行く行っちゃおうか。行くそれ。シンプル行くって言ってもだわ。うんうん。行こうか。行こうか。まあまあ、だから、それはそっちかなっていう感じです ね。結論を出さないといけないです。あ、これ結論出さないかんの？はい。じゃあ俺 A に寄り添うわ。A に寄り添ってくれるみたいです。うん、寄り添った A です。ということで僕らの回答は A です。はい、お願いします。まあ僕は紐つけないですけどね、飛ぶとき。はい、どっか飛んでいくやん。じゃあ行きましょう。はい。青森県、俺らの心の拠り所、桃花のプリンさん。お。今後、この移動手段しか使えないならどっち？ A、ホッピング。B、竹馬。俺はもう。絶妙。それしか無理なんやろ？もうどっちか。移動手段。歩くのも無理ってことやろ？そう。うわ。一生ホッピング。一生竹馬。一生ってえぐいな。うん。えく。まあ、でも浮くんやろな。車とかもだってそういういろんなお金とかかからんし、確かにいいか。お金のこと考えてる。いいかもな。どんな考え。どっちも好きやけどな。はい、わかりました。はい、じゃあ高橋くんからどうぞ。僕は A です。 A のホッピング。ホッピングです。僕は B の竹馬です。うわ、合わねえ。はい、分かれんねえ。なんで？僕 A はやっぱ竹馬って片足ずつ行くやん、あの、カッチャ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 。やっぱ飛びたいやん。やっぱり人生飛んでいきたいし、うん、やっぱ高いとこ目指すには飛ぶ方がやっぱり一個二個先行けるし、うんうん、そう。ホッピングやで。でホッピングってあるの？ピョーンピョーンピョーン。ピョーン。それこそこの前たまたま雑誌の取材でホッピングやったんですよ。僕ら超下手やったよ。超下手。進まへん。ということを考えても僕は竹馬にしたのよ。なるほどね。竹馬やったらある程度できるじゃないですか。右左右左ってやるの、歩くのと一緒やから、スピードも。竹って怖いんでね。ちょっと木とかピュって出てたら刺さるかもしれない。刺さること考えてる。刺さること考えてる。ゴール、もし刺さって奥あったら抜けて、俺もこの辺な、抜けてへんもん。まだ抜けてないよ。それは抜きに行ってください。、はい、それは抜きに行ってください。ごめんなさい。だから僕はそういう思い出があり、はい、A になりました。はい、あ、じゃあ今回は僕はあの A に寄り添おうと思います。ありがとうございます。はい、あの高橋くんの嫌な思い出もあるみたいなので、はい、はい、ということで僕らの回答は A のホッピングです。はい、ホッピングでした。じゃあ続きましてですね、はい、東京都ラジオネームミュウさんからいただきました。はい、初デート、着るならどっち？着るならどっち？はい、うん、初デートで着るならどっちということで、 A 全身ヒョウ柄の服、うん、B 全身ゼブラ柄の服。ほぼ一緒やないかい。マジ一緒。マジで一緒よ。じゃあどっちも動物柄っていうことね。どっちにするか。あ、難しい話やな。難しい。ほんまにゼッケン赤か赤か白い赤か、うん、変な例えすんな。もう頑張るな頑張るな。はい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 。俺は B っすね。B。 俺 B。 俺も B。 おー、揃っちゃった。なんでなん、理由。俺は可愛い方に寄り添った。あ、ゼブラ柄でね。そうそうそう。やっぱゼブラとヒョウってやっぱ動物の中で言うとヒョウがゼブラを襲う側やん。うん。だから俺は弱いものに差し伸べたい手を。あ、動物的に考えてね。うん。動物的に考えてんねや、見た目とかじゃなくて。そう。だからあのゼブラがヒョウに追われて逃げてるところに俺が出くわしたって想像して、うん、俺はゼブラと一緒に逃げるね。ああ、そういうことも考えてんねや。そう、ゼブラのケツを叩きながらもうちょい早く走れって言ってあげたい。すごい考え持ってるこの人。そう。ちゃんとね。僕はね、なんかただただ
黒白やったらどうにかなるんじゃないかなと思って。あ、なるほどね。うん。ヒョウ柄ヒョウ柄やんな。ヒョウ柄ヒョウ柄。ヒョウ柄やったらやっぱ関西っていうイメージがあるから。はいはい。じゃ目立つしね。うん。なんかそういう服ですよとか言って思って歩いてたらゼブラ柄ならなんとかいける気がする。確かに。ゼブラ柄やったら横断歩道寝ててもわからんかもしれないもん。わかれへんな。わかるやん。どんだけ長いん体。すいません。うん、なんか今日は疲れてるんかもしれません。疲れてますね。僕らは多分疲れてますわ。すいません。はい。ということで、僕らの回答は、B のゼブラ柄の服です、はい。初めて揃いましたね。初めて揃いました。はい。はい。じゃあ続いて、埼玉県15歳、俺らの心のよりどころ、焼きりんごさんからです。うわ、焼いてこう。焼いてこう。もし、昔話の主人公になるならどっち？A、浦島太郎。B、桃太郎。C は？ないです。あ、ないか。はい。え、桃太郎か浦島太郎？はい。C、何が岡本太郎さんにしますか？ああ、俺じゃ岡本太郎にしたいな。まず桃太郎か浦島太郎やろ、うん、はい。俺決まったっす。知ってる物語。知ってるよ。だから桃と亀やろ。独特。めちゃくちゃ単純に単語でまとめてる。合ってるけど。やろ、うん、知ってますよ、それ。はいはい。じゃあ、はい。いきますよ。はい。せーので言います。オッケーオッケー。じゃあ、せーの、B。A。分かれるんやな、やっぱ。分かれましたね。じゃあ B の高橋くん、なんでですか？やっぱ俺、亀好きなんすよ。やっぱ地上歩くより。ごめんなさい、ごめんなさい。B、桃太郎です。あれあれあれごめんなさい、ごめんなさい。あれ、じゃあ、一致してる？あ、俺じゃあ、いや、桃太郎で貫くっす。桃太郎。はい。え、B、桃太郎っすもんね。男に二号ない。はい、桃太郎で貫くっす。桃大好きで、俺。うん。やっぱなんか、竹から出てきたらやつでしたっけ？桃です。竹は、かぐや姫です。あ、ごめんなさい。いろいろ被ってるっすね。昔話、絶対見たことないやん。すいません。あ、どんぶらこや。うん、そうよ。どんぶらこって、そうですね。でっかい桃から出てきた、やっぱ中から、やっぱ人が出てくるっていう、すごいぶっ飛んだ話が俺やっぱ好きかなっていう。ああ、ぶっ飛んだ話ね。そう。浮かぶんや、桃っていう。あ、そこ？はい。やっぱ浮かんで、しかもやっぱ人の重量がありながら、水の上を浮いてる。どういう原理か知りたいなって。あ、そこなんや。じゃあ、その、浮いて出てくるわけやんか。人間出てきました。はい。どういうストーリーかちょっと教えてよ。ざっくり。桃太郎は。きび団子渡して。うん。猿、キジ、トラ、犬、キツネ、猫みたいな。5人ぐらいおるよな。えとみたいになってて。え、なんで？まあ、おった、まあ多分それで、なんか、あれ、鬼や、鬼退治や。うん。で、おった方が多分いいよ、いっぱい。で、もうちょいおるかもしれんけど。うん、もうちょい増やさんといて。え？犬、猿、キジやから。ああ、はい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 。まあ、その3匹でね。でも若干金太郎と被っててんな、迷った。熊も行けそうかなと思った。行くな行くな。はい。なんで結末は？結末は仲良くなる。ああ。一緒に暮らしましたって話。実は生き別れた兄弟みたいな。当たってるっすか？え？当たってないよ。ないんかで、俺も知らんねん結末。俺行くまでしか知らんねん。いや、わかんないです。エピソード2作るなら俺は絶対そうするっすね。あ、エピソード2な。うん。まあ、作ったらな。リメイク版で。僕は浦島太郎です。何ですか？え、だから。俺も本当はそっちでしょ。なんで。だから俺もさっきさ、こいつ亀でとか言い出してからの、俺桃好きでは全然説得力ないね。全然説得力ないね。いや、今だから説明できるの羨ましいもん。いや、だから俺は亀。はい。何ですか？浦島太郎の方。え、やっぱりさ、その、優しさが溢れる子やんか。亀を助けて、竜宮城に行くわけやん。確かにね。そうそう。でもやっぱ海のちょっと世界を見てみたいなっていう感じ。いいよな。うん。だから浦島太郎にしました。羨ましいです。うん。でした。だからこれどっち？浦島太郎わかる？わかるよ。もうストーリー。わかるわかる。釣り竿持ったポニーテールにした少年。やろ？うん、でそれでいじめられてる亀を助けたらなんかそれで嬉しがって、やったーラッキーって感じでそのまま亀の上に乗っかってなんかちょっとええとこの神社みたいなとこ行って、うん、でそこでなんかいっぱい食べさせてもろて、うん、玉手箱もらってで帰ってきて開けて。ちゃんちゃかちゃんって感じ。あ、絶対日本昔話のさ、絵本見てさ、文字読んでない人や。絵だけ見てるタイプですね。うん、絵だけ見てるタイプやな。そう、あの2ページごと見てるっす。2個飛ばしてる。話いきなり変わってる。それ竜宮城か。そう、竜宮城。竜宮城いたらもう帰ってきてんじゃん、次のページで。あれもう、あれ何したんみたいな。まじこれどうする分かれてるけど。でも高橋くん浦島太郎やったやろ。そう、だからそうやな。だからもう A の浦島太郎です、はい、僕らの。A です。はい。まあ、じゃんじゃんは言わんのよ。どんどんなのよ。じゃあ、京都府、俺らの心の言うところ、ゆりめぐさんからいただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日から自分のあだ名を変えなければいけなくなりました。はい。名前の語尾にどちらをつけたあだ名を選びますか？A、〇〇りん。うん。B、〇〇たん。
まるまるたん？まるまるりんかまるまるたん。今日はお家に帰るりんか。今日はお家に帰るたん。じゃあ名前の語尾やで。名前の語尾か。そうやで。だからケント、ケントりんかケントたんみたいな。ああ、キョヘリンとか？そう、キョヘタン。キョヘタン来た。キョヘタンやん。あ、じゃあ俺はい、決まりました。決まったんや。はい、ほんな俺リン行くわ。決まりました。はい、じゃあ、高橋くんは、どっちですか？僕 A っすね。A。はい。僕リンの方がいいっすね。おぉ。やっぱり、なんか鐘鳴る音みたいな。リンリンみたいな。また独特。鈴とかがやっぱ鐘ってやっぱシャカシャカリンリンみたいな。うん、やっぱそっちの方がなんか運気とかも上がるのかな。待って、さっきタンって言ってなかった。リンに言ってる。あれもうエグい。多分もう、こう運転しながら聞いてるトラックの運転手さんとか、ってなってるかもね。うん、もう全然みんながそっち行くやろって思う方向に行きたくないですね。うん、行きたくない。はい。100人そっち行くなら、あ、99人そっち行くなら僕1人の方行きたいですね。あ、そうなんや。はい。1人貫いて。はい。で、リンですね。リンなんや。はい。ほんな俺ターン行くわ。行って。やっぱターンってさ、なんか何々ターンとかさ、ちょっと可愛らしない。なるほど、確かに確かに。うん、確かに。俺もだって自分で拒否ターンって言ってしっくりきたもん。来たやろ。うん。だからターンかなと思った。なるほどね。うん。じゃあ俺も B にします。あれ、さっき一人に行く言ってたやつが、99人の方に寄り添ってる。はい。B にします、それも。と、はい、いうことで、僕らは B のターンを選びました。ターンです。はい。以上だそうです。すいません、僕らの決断全然参考にならなくて。すいません、でもすごい楽しかったです。うん、楽しいよ。ありがとうございます。すごい。楽しませていただきました。ありがとうございました。以上、決断、なにわ男子でした。それではここで一曲、なにわ男子で、スペシャルキースです。今日のメンバーは、長尾健人と、高橋恭平。なにわ男子の、うぶらじ。なにわ男子のうぶらじをお送りしています。はい。じゃあそれではふつおたを紹介したいと思います。お願いします。群馬県21歳、俺らの心の拠り所、ももさんからです。お願いします。私はお米を研ぐときにルールを決めています。そのルールとは、右回りに70回研ぐ、水ですすぐ、左回りに70回研ぐ、水ですすぐ、右回りに40回研ぐ、水ですすぐ、左回りに40回研ぐ。終わり。待って、それ、さて、私は何回回したでしょうかみたいな。数学の勉強してはるやん。数学の勉強し始めたぐらい回してはるやん。はい。ルールを決めた理由は特にないのですが、なぜかお米を研ぐときは、いつも自分の中で決めたルールに従ってしまいます。なにわ男子の皆さんは自分で決めているルールはありますか？えぐない？うん。すごいわ。だから1、2、3、4ってやってるっていうこと。やっぱ、70、70、40、40？ うん。110回ずつ回してんね。だから、え？じゃあ、140、80、100、合計220回してるわ。そうやね。220回回してる。うん、なんか計算早かったやん。そうそう、計算好きやね。計算好きなだけやろ。たまに間違ってるもんな。そう、別に得意じゃないから。好きやな。でも、あります？ルール。ルール？うん。独特なルールやけどね、このお米も。ルール作りたくないよな。なんか変な人おる。自由に行きたい。自由に行きたい。そう。ルールを決めるとそれに沿っちゃう。人に敷かれたレールを踏みたくないんですよ。自分でレールは作っていきたい。うん。やっぱ人生一度きり。はい。めちゃくちゃ名言集に書く、書いてるような単語並べただけ。びっくりした。はい。で、僕の。あ、そうなんや。モットーは。へぇ、はい。ルールはないですけど、モットーはあります。今のモットー。モットーね。はい。俺なんやろな、ルール。でもいろいろありそうやけどな。なんかさっきのその家のあれみたいなのも感じで。なんやろ。あ、でも、俺でもソファー家にあるんですけど、ソファー左側にあんま座らんわ。右側ばっか座る。なんでなん、左側。わかれへん。自分で決めてないけど。だから俺も多分自由に行ける方やと思うから、ルールないっすね。あ、でも右利きやから右側座るとかじゃん。だし、はい。はい。多分そうやと思います。ということで、はい、僕らのルールはこんな感じです。うっす。うっす。続いてはこちらのコーナーです。みんなの、ナウソーング。すごいわ。そっから思いっきりテンション上げたな。今ハマっている楽曲ナウソングを発表し合って、いい曲をシェアしていこうよって話です。そんな番組唯一の音楽コーナーですが、今回から内容をプチリニューアル。僕聞いてません。毎回テーマを設定しておすすめの楽曲を教えてもらいたいと思います。今回番組公式ホームページで募集したのはおすすめのアルソングです。あ、いいじゃないですか。勝手にリニューアルされました、うん、勝手にリニューアルされてる。あ、そうね、すごいな。メールを紹介する前に、まずは僕たちが好きなアルソングを紹介しましょう。はい、はい、いきなりですけど僕行かせて。はい、お願いします。まずは、僕長尾が好きなアルソングから。僕長尾が好きなアルソングは
ジージさんの愛がった号です。うわこれですね。あこの曲ね、はい、よく聞くよ。なんか聞く聞く聞く、聞いたことあるもん。これ皆さんの聞いたことあるって人も多いと思うんですけども、うん、変態紳士クラブっていう、ラップのユニットがありまして、ビガーマンさんとウィリオンカさんとジージックさんでやってるんですけども、はい、まあ、ジージさんが、ソロので出した曲なんですよこれ。へえー、すごい。まあ、フューチャリングでね、お二人入ってたりだとかするんですけれども、はいはいはい、これすごい好きで、変態紳士クラブさんが。でよく聴いてる春ソングですね。桜木の子ブレミが、まあ、いいわ。いいね、今レアだったよ。ケントが歌いました。いいね、春っぽい歌詞も入ってるので、うん、皆さん聴いていただけたらなと思います。おしゃれ。でこれ僕か。うん、続いて、続いては僕ですね。僕高橋恭平のですね、好きな春ソング、まあ、春ソングっていうかもう単純に今好きな曲みたいな。ああいいですね。ゆうりさんで、ビリミリオン。東京都俺らの心のよりどころ心さんからです。私のナウソングはあいみょんさんの桜が降る夜は。この曲がリリースされた当時、毎日毎日聴くぐらいハマっていました。一番仲の良かった友達もちょうどハマっていたため、夜に桜の咲いてる公園へ一緒に行ってこの曲を聴いたという思い出があります。歌詞も大好きで、桜が降る夜はあなたに会いたいと思いますというところは切なさにキュンとしちゃいます。春になったらたくさん聴きたくなる一曲です。2022年にリリースされた楽曲だそうで、恋愛リアリティショー番組のテーマソングで人気だそうです。そうなの、すごいな。いやでもいいね、この楽曲で夜を聴きながら、夜に桜を見に行く。いい、青春なことしてるね。俺とあいみょんさんの曲歌えたらかっこいいみたいなところあるもん。あ確かにね、おしゃれよ。そう、うん、甲子園とかでライブしてらっしゃるみたいで、いつか見に行かせていただきたいなってのは。確かに、あのなんか俺関西弁がなんかいいよ。うん、なんか親近感湧くしさ、うん、なんかでも独特な空気感持ってらっしゃって、うん、あいみょんさんやってなるもんな、毎回会っても。いやいいよね、あいみょんさん。いい、僕はね双葉が好きですよ。うわ、僕はもうシンプルもマリーゴールドです。あ、マリーゴールドです、はい、もう、はい、皆さん聞いてください。続いて福島県福島市、ラジオネームひなちゃんさんからです。はい、私の春ソングはヨルシカさんの春泥棒です。はい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 、歌ってますね。いや俺これね選ぼうとしてたんですよ。あ、選ぼうとしてた、はい、それはね嬉しいということで、はい、めちゃくちゃな、はい、すいません友達と春になったらいつも聴く曲です。先日中学校に入学にあたっての目標をエモく語りながら一緒に公園で聴きました。私と友達にとっての大切な曲です。はい、なんか現役高校生が選ぶ春ソングランキング1位だそうですけれども。いやいい曲よこれね。え、中学に入学、小学生、かわちおしゃれな曲聴くね。かわち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 。いや俺も選ぼうと思ってたけど譲っちゃったな。譲っちゃった、譲っちゃった、譲ってあげて、ありがとう。まあでも春泥棒っていうタイトルもなんかいいっすよね。そう、可愛らしいよね。うん、なんかちょっとおしゃれという、うん、曲は聴いたことあったけど、こういった楽曲なんだっていうのは初めて知ったので、すごい勉強になりました、うん、ありがとうございます。続いては、俺らの心のよりどころモココさんからです。はい、私のナウソングはユニゾンスクエアガーデンさんの春が来て僕らです。この曲の小さな勇気、前に進め、ちぐはぐなら斜め進め、進めたなら光になるという歌詞がそっと背中を押してくれるような気がして、最近転職が決まった私の心にグッときます。新しい環境は大人になっても緊張しますが、この曲を聴いて頑張っていきたいと思います。はい、アニメのオープニングソングだそうです。そうなんや。はじめましてですね。ね、なんか歌詞とかも聴いてたらすごいね。うん、いいっすよね、なんかこういう転職とか何かこう途切れ目じゃないですけど、うん、何かこう始める時とかに聴いてる曲ってさ、その曲を聴いたらまたその時の描写というか思い出すやんか。確かにね、なんかそういった楽曲を僕たちも歌ってきたらね、いいですね。男子もいいね、斜め進みます。斜め進むそうです。はいはい、ということで続いていきましょう。宮城県俺らの心のよりどころピチピチピッチなみなみちゃんさんからです。あの絶対エグい私のナウソングは大塚愛さんのさくらんぼです。あーいいや、うわいいね。この歌は私が中学3年生の時の青春の歌です。はい、運動会練習の時に放送委員会がこの曲を流し、自分のクラスの男子と学校の先生が踊り盛り上がった思い出があります。卒業した今でもこの曲を聴いて元気をつけていますとのことです。いや、ベタやけどいいねこれは、うん、2004年リリース、ずっといい曲よ。
俺2歳、2004年やった。じゃあ俺4歳やそやね。4歳、4、5歳やな。4、5歳か。いやでも今でもさ、さくらんぼって多分俺らより年下の世代の人も絶対知ってる楽曲やんか、うん、すごいよね。さくらんぼいいな。なんか久々聞いたけどやっぱいいよね。なんかこのどこで聞いたことある？いや俺なんかな、何やったっけな、なんかお姉ちゃん、うん、お姉ちゃんがもうガラケーの、ガラケー時代ね、うん、お姉ちゃんが使ってた携帯俺が使わせてもらってた時代があったの、うん、そこの音楽フォルダーに入ってた。いやお姉ちゃんの影響ない。そう入って、それで今やったらもう携帯でも聞けるけどさ、うん、でそういうのでも入ってたし、そう、そういうの聞いてた。いや俺はね、多分お母さんの車のそのかかってくる曲とかあるやんか、多分流れてたね。それで知ってたわ。なるほどね、うん、いやいいよね。いいね。花水木とかさ、ちょっとあの今の最新曲じゃないけど、うん、いい曲あるやんか。いいね。次のテーマをですね、ここで決めていきたいと思います。はい、どうするか。今回はまあ春ということでね、はい、春のソングでしたけれども、はい、あります？あ、俺がすか。なんか提案、俺はこれ聞きたいなっていうのあるけど。あー、これ春ソングみたいな、うん、何ソング、あー、なんやろな、ついつい泣いちゃう曲。あー、聞いてね。そういいね、聞いてつい泣いちゃう曲。なんか真面目な曲。ごめんいいの言っちゃった、やめとく。なんでなん、やめ、え、なんでいい、大丈夫、うん、いいと思う。ほんまに、うん、なんかちょっと足の親指の裏ぐらいがくすぐったいなと思うような曲。変なん出てきた。まあ、どっちでもいっぱい出せるけど。あ、いっぱい出せる曲、うん、ああいいですね。なんか背中がムズムズするような曲。あ、背中がムズムズするような楽曲。あと心がゾワッとするような曲。心がゾワッとする楽曲。そう。あと明日が雨降りそうな曲。ああ、いいですね。明日が晴れになりそうな曲。ああ、いいですね。いっぱい出てきてる。いっぱい出てきます。変なテーマがいっぱい出てきてる。はい、僕こんぐらいにしときます。はい。まあ、いっぱい出るんですけどまだ。僕ですか？僕はやっぱヒップホップとかラップが好きなんですよ。なんでジャンルで絞りたいなと思って。あ、もういいやん、もうケントのコーナーし、それでいこう。いいや、じゃあ聞きたいと思います。皆さんにおすすめの、ヒップホップや、ラップを紹介したいなと思うので、うん、ぜひ応募してください。よろしくお願いしまーす。待ってまーす。以上、みんなのナウソングでした。イエーイ。今日のメンバーは高橋恭平、長尾ケント、なにわ男子のウブラジ。今から5年後、あなたは何をしてどんな風に暮らしていますか？5ヶ月先ならすぐに答えられそうですが、5年後だとどうでしょう。人生の景色がちょっとだけ変わっているかもしれない。未来に思いを馳せて手紙を送ってください。5年後の私へ。5年後の自分に向けて書いた手紙を紹介するコーナーです。リスナーさんと一緒にちょっと先の未来について考えていきたいと思います。それでは大阪府15歳のあーちゃんさんから。5年後の私は20歳になっています。5年後には成人しているなんて15歳の私には何一つ想像できません。ですが私は夢である看護師になるために毎日頑張っていますか？私は小さい頃から看護師になりたいと思っていました。小学生の頃に手術をするため入院した経験があり、その時に担当してくれた看護師の方が毎日優しい笑顔で接してくれたことを今でも覚えています。実際自分が患者さんの立場になってみて不安なこともありましたが、その時の看護師の方のおかげで私は手術を無事終えることができました。私も看護師になって不安な患者さんを安心させてあげたいと思い、より一層看護師になりたいと思いました。私は笑うことや人を笑顔にするのが大好きなので、たくさんの患者さんを笑顔にしたいと思っています。夢を叶えるために努力し続けてください。こうなりたいっていうのもすごいですけど、やっぱこう自分もそのありがたみ、その仕事の素晴らしさっていうものも実感した上でこの仕事やりたいんだなっていうのもすごいいいことだなっていうか、
うん、で、その、それはやっぱこう、15歳の時にも考えれてるっていうのがすごいなって思いますし。すごいね。ね。怪我とか、まあ、病気になっちゃった時って、やっぱ、みんなマイナスな気持ちになっちゃうことが多いけど、うん、それをね、本当に出会った看護師さんが、プラスな気持ちに変えてくれて、うん、夢を作ってくれてるからこそできた夢ですし。うん、本当また、ね、うん、本当になんかこう、ずっと隣にいるような、うん、やっぱりこう、仕事柄だったりするので、うん、努力して、頑張っていただきたいなと、看護師になって、ください。なってください。応援してます。応援してます。今夜もたくさんのお便りありがとうございました。エンディングです。はい。はい。はい。うっす。あ、はい、番組ではですね、あなたからの、メールを募集中です。すべてのコーナーの宛先は、なにわ @1242.com、なにわのスペルはですね、小文字で NANIWA でございます。お願いします。お願いします。はい、ここで僕たちからのお知らせです。はい、ライブ、ブルーレイ&DVD、なにわ男子デビューツアー2022ファーストラブが4月26日水曜日にリリースされます。ありがとうございます。はい、あのね、僕たちのデビューツアーのライブ DVD が発売されるということで、はい、去年のですね7月から11月にかけて全国9都市で、ライブをさせていただいたんですけれども、僕らデビューして初めてのライブだったので、はい、記念すべき、一つの作品となってますし、はい、あの初回限定版と通常版がありまして、はい、まあ、あの全国 の、 あの MC であったり、そうそう、あのドキュメンタリーをね収録してますので、はい、あの見れてない部分もたくさんあると思いますので、皆さん、チェックしていただけたらなと思います。思います。はい、どうでした？楽しかった。この5文字につきます。さらけ出せたって感じがしましたね。あー、ほんとさらけ出しすぎてたのかもしれへんけどな、はい、まあ皆さんのさじ加減ということで、自分のさじ加減や。ごめんなさい。はい、ということでね、僕も楽しかったです。まあ、次もありますからね。うん、すげえラフな感じですよね。そうすると多分 DAIGO 君と JO 君とかはすごいしっかりされてる二人やからやってると思うけど、次、ね、僕らは二人はラフにやらせてもらってます。はい、もうこういうのもね、うん、いろんなメンバーと組み合わせでこういうのはいいですよね。そうそう、これもまだあって良いと思う。はい、ということでですね、なにわ男子のオブラジ、お付き合いいただきありがとうございました。はい、ここまでのお相手は長尾健太と高橋恭平かもしれませんでした。よいしょ、バイバーイ。はい。